長崎県阿熱帯植物園は、長崎県長崎市脇三崎町にあった県立の植物園。別名、サザンパークのモザキ。1969年開園、東京ドーム約7個分の敷地内に1200種類、4万5000本の阿熱帯植物が植栽されていた。1991年から発生していた地滑りによる問題が解決に至らず、 2017年3月末に閉園した。同園は1963年に県の農地農林部が産業振興のために設立した長崎県阿熱帯植物内保園を前身としている。野茂崎町の立地の良さから野茂半島産業観光振興の拠点として植物園計画が策定され、1969年6月に長崎県阿熱帯植物園として開園した。 道園は、長崎半島の最西南端に位置し、津島暖流の影響で冬霜が降りることが少ない、ことから亜熱帯植物の生育に適しており、東京ドーム約7個分となる32.5ヘクタールの敷地に、約1200種類、4万5000本の亜熱帯植物が植栽されていた。ピーク時の1998年度の入場者数は、年間12万人ほどであった。施設は、 カスケード、大音室、ハイビスカス音室、フラワーガーデン音室、シダ園、子供冒険広場から構成されている。なおビジターセンターショップ、展望レストランが併設されていた。ビジターセンターショップ及び展望レストランは入園料なしで利用することができた。また園内には、缶、ビンペットボトルのゴミ箱のみが設置されており、それ以外のゴミは持ち帰らなければならなかった。 同園では1991年から2006年の間に台風や集中豪雨による地滑りが複数回発生していた。その後も地滑りの被害が進行し、入園者の立ち入りが制限される箇所もあった。2015年に地滑り防止の工事にかかる費用を概算したところ、当面の対策費として約31億円、長期的な安全性を確保するには、 さらに2倍程度の費用がかかることが判明した。これらの財源確保の目処が立たず、2016年6月に長崎県議会が同園の営業停止を発表、2017年3月31日に47年間に渡る営業を終了した。県は閉園後も園内の維持管理をしながら植物の引き取り先を探しているが、県有財産に関する条例に抵触する。 可能性から民間や個人への無償譲渡ができないなどの理由もあり、異常先が、探しが難航している。閉園後の2018年11月末時点で、引き取り先が決まったのは、園内の植物4万5千本のうち2600本に止まり、日本最大級の規模を持つジェードバインや希少種も多く残っている。2020年度には、 園内の解体作業が始まる予定であり、県は園内の保全管理を行っている業者との契約が終了する2019年度をもって引き取り先探しも終了する予定としている。中期がない限り、本節の出展は公式サイトのご利用案内による。ありがとうございます。